はいどうも、走れ追いチャンネルです。皆さん、今日はですね、ついに9月のプレゼント企画の当選者を発表します。今回はこちらのマジコスプルトの左手用、こちらですね、手首保護ガードなんですけど、まあ、バッティングの際につけてもらう感じのリストガードになります。それと、もう一品がこちら、ドナイヤの軟式用グローブ。こちらはですね、軟式用で山田選手モデルの小型モデルということで、軟式用なんですけど、ぶっちゃけ公式でもいけるかなと自分は思っております。でも新しく出る M9 にもですね、しっかり対応できる、しっかりとした革質のいいグローブとなっております。で、今回の抽選方法としましては、9月中の動画にコメントをくれた方ということで、9月1日から9月29日までの中で選びました。で、あとですね、この前 Twitter でやってたんですけど、今回ちょっと Twitter はなしの方がいいっていうコメントをもらったので、今回 YouTube だけで抽選を行いました。で、まあ、抽選方法に関しましては本当にランダムで、まあその動画を選んでこうスライドしてってこう止めたって感じで決めました。早速なんですけどね、今回プレゼント企画の当選者を発表していきます。まず最初ですね、最初こちらマジコスポルト、こちらの当選者はこちらの方です。山田青森さんということで決定しました。ありがとうございます。ですね、コメントはちょっとドライヤー欲しいですになってるんですけど、ちょっとその辺は関係なく本当にランダムだったので、山田青森さんに決定しました。おめでとうございます。はい、続きましてですね、こちらかなり人気のあったドナイヤのグローブ、まあ、こちらは本当に革質も最高に良くて、ちょっとまだ形何もつけてないんですけど、まあ、この冬場に使ってもらって形を作って春からデビューといった感じでいいと思います。はい、こちらのドナイヤのグローブはこちら知性さんということで決定しました。おめでとうございます。こちらの方はちょうどコメントがですね、ドナイヤに興味がありますといった感じで、まあ、ちょうど良かったかなと思いますね。今回本当に応募総数もかなり多分1万超えて2万近くいってると思うので、結構当たる確率は低かったかもしれないんですけど、まあ、あのランダムで本当に選んでますので、その辺はご了承ください。でですね、今9月の30日にこの動画上がってると思うんですけど、今月から毎月プレゼントということで考えていまして、とりあえず10月のプレゼントはもう準備できました。で、ちょっとまだ届いてないものもあるんですけど、発注はほとんど終わってまして、まあ10月の上旬には発表できると思います。またですね、今回も Twitter はなしで YouTube のみのチャンネル登録と、あとはコメントということで決めていきますので、また今後もご視聴の方よろしくお願いします。まあ、とりあえずですね、もうシーズンも皆さん終わると思いますし、これから冬に入って、まあ、結構基礎練習が増えると思うんですよ。基礎練習に合ったような野球ギアということで準備しましたので、今回おそらく5名様ぐらいにはプレゼントできるかなと思います。ちょっとまだ発注してまだ来てないものもあるんですけど、また今後ですね、10月の頭に動画でアップしていくのでよろしくお願いします。というわけで、今回はこちらのドナイヤの軟式用グローブとマジコスポルトの手首保護ガードの当選者を発表しました。今後もですね、プレゼント企画やっていくんで、ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。はい、というわけで今日の動画は以上となります。チャンネル登録、そして Twitter のフォローもよろしくお願いします。では、ありがとうございました。ありがとうございました。